第4期名人戦以後の名人戦。第4期は、1964年から1965年に行われ、名人戦に連覇の坂田坂尾に対して23歳の林美穂八段が挑戦者となり、挑戦手合七番勝負で林が4勝2敗で、名人位を獲得した。込みは5目。持ち時間は、リーグ戦。挑戦手合は、各10時間の2日制。 挑戦者決定リーグ参加騎士は、前期シードの藤沢秀幸、小声源、藤沢放斎、北に実る、林美穂、橋本昌二と、新参加の高川各、大平修造、坂木原昌二の、K9 名。しかし北にが高血圧のために欠場となり、リーグ戦は8名で行われた。前年に、リーグ入りして4勝4敗だった、林美穂七段は、リーグ中に八段昇段し、 師匠の5制限に向かって5勝1敗となり、最終戦で4勝2敗の藤沢放斎と対戦する。勝った方が挑戦者となる一番だったが、白番の藤沢が真似子を試み、1957年の5制限との2番後の局面と73手まで同型となった。74手目で藤沢は手を変えて、ここから白有利に進んだが、黒が、 逆転勝ちし、6勝1敗で林が挑戦者となった。またこの年は、合成源が1961年の交通事故の後遺症で頭痛や精神錯乱も起こすような状態になっていて、終盤に乱れることが多くなり、とうとう7戦全敗で陥落することとあった。坂田は名人2連覇、本因坊5連覇中で、 前年の1964年には七冠達成と、まさに快進撃中であり、事前の予想では圧倒的に坂田有利とされ、若干23歳の林が一生でも挙げれれば、上出来とさえ言われた。その中で藤沢秀行は、林ちゃんは我々と歩部のところまで来ていると評価し、この年の本因坊戦で坂田への挑戦者になっていた山部敏郎も、 坂田のかすかな不調を指摘して、今なら林ちゃんに乗りたいねと評していた。第1曲は、先番坂田が持ち時間10時間の半分も使わずに干渉し、対局後に坂田の語った20代の名人などありえないよという持論は、後々まで懸念されることになった。第2曲で坂田は中央に大模様を張る作戦をとったが、逆転で敗れる。 第3局は大乱戦の末に白番林が、事後勝ちし、2勝1敗とリードする。第4局も林が勝ち、第5局は坂田が先番で1勝を返したが、第6局は林が序盤からペースを掴んでそのまま押し切り、ついに4勝2敗で、名人位を獲得した。23歳の名人誕生は、読売新聞では、社会面の半分を使って報じ、 林の故郷台北でも大きく取り上げられるなど、社会的にも注目され、昭和世代が対象世代に肉薄していることの象徴にもなった。坂田坂を、林美穂一1から56手、第3局で、千番坂田は得意の三三布石に戻り、序盤で三隅を取る進行となる。黒17は、作戦のキロで上辺に開くでもある。黒19も、 左辺を構えておくのも有力で、白20から攻撃の主導権を取った。黒21、白22の交換も黒が重くなっており、黒は23付けから打っていれば、十分の手順。白34の時に、黒35の片付きが鋭い着想で、白42、黒43と進むと43が、白石の急所に迫っている。そのため白44は、まずく、 48から打つべきだった。黒49と左上隅に手をつけていった後、53で40の上に切り、白が上辺を受けた時に44の右に切り、白40の右、黒伸び以下、ずらずらと伸びていて、右下の白を飲み込むように打てば優勢だった。黒55も狙いが小さく、白56と戻られて手広い局面となり、 黒57も白58と変わって疑問だった。1日目は65手目が封じ手となったが、その後林は胃の具合が悪くなって吐いてしまい、翌朝もお粥だけで2日目に臨んだ。坂田坂尾、林美穂129から168手中央の白のダメつまりを狙いながら、黒は右下の白を切り離し難解な局面となり、 白90手目は1時間13分、黒91は59分の長高合戦となった。左上の黒の域をめぐって、ベイビー55目の代行となり、黒が優勢となっている。白2も、尊厚だがやむを得ない。黒11に白は12のもとに一路控えるのが本手で、白12としたために、黒13、15が、描手で厳しい。黒31、 33で甲を解消したが、31で32に抑えておけば、白は、可変の域に苦労するはずだった。黒35も打ちすぎで、34の二素地右などに、打っておけば、優勢を維持できた。白40となって、黒二目が逃げにくく逆転している。その後両者とも病読みになり、双方に疑問種が出て、幾度も逆転が起きていたが、寄せの段階では、 黒がやや優勢で進んだ。しかし、終局直前黒291手目が敗着で、手止まりの関係で一目損となり、白が最後の反抗を継いで、303手まで盤面黒五目、勝ち、込みを引いて、白の自己勝ち。この第三局が七番勝負の天皇さんとなった。坂田坂尾、林美穂1から34手白20手右辺開きは、小さいと見た。 黒27は28のもとに攻めるのが良かった。白30が疑問で二路上の片付きから上辺を広げる方が勝る。この五黒は上辺 A から隅を荒らし、上辺でも戦果を上げてペースをつかみ、下辺でも白の失着をとがめて大きな地を作って優勢。そのまま押し切った。坂田は夏バテの上に、湿うでコンディションが悪い時の七番勝負となり、 林は、坂田先生の体調の悪い時に当たり、幸運と偶然が重なった結果ですと語った。林美穂、5制限129から153手輪は、死の暮との公式対局は、前期の名人戦リーグに次いで2局目で、前期は、戦盤で任されている。今期は白番で当たったが、右下隅の別れで苦しくし、右辺の裁きも重く、こう争いを経て、 右辺を大きく取られて、敗勢となる。黒1では、11に打っておけば分かりやすかった。白2から味をつけて、8から黒の締め付けを狙うが、上辺との攻め合いを狙った黒19が、敗着で、これで25につけていれば、何でもなかった。後から、黒25とつけたが、白からの締め付けが効いてしまい、左辺の黒への猛攻を加えて、大逆転となった。ありがとうございます。